松浦拓也です。1988年12月21日です。浜松です。ジュビロやっぱり小学校の頃から見てるチームだから、うん、そのイメージです。ドリブルで点取るのもいいなと思うし、パスで崩すのもいいし、まあ、理想っていうかチームが勝つことが一番ですかね。ギャップで受けて、まあ、仕掛けてシュートが入ったらいいなと思ってます。明るいところ、明るいかな、明るくないな、まあそんな感じ、適当なところ読書、最近はその警察ものみたいのをよく読むから、なんだっけな、結構今読んでるやつがあって面白いですよね。忘れたけど名前特に何もしてないですね。インドアっすね、多分。漫画見たり YouTube 見たりテレビつけながらなんかしてたりとかですかね。ベッド、あ、どこでも寝れる。唐揚げくん、あとねハッシュポテト、あれ好き。貝類かな。結構その日によって変わりますね。 YouTube であなたにおすすめって出てくるじゃないですか。あれで聞いてるくらいです。犬、溺愛されてる家に、家で飼われてる犬なんかいいじゃん。甥っ子が仲良くしてくれるようになってくる。魔法でどこでもドアを作る。殺風景じゃない、あー違うな、生活感ありますよ。だって物とかすぐそこら辺に置いちゃうから。秋といえばサンマ、あんまりイメージないですね。うん、あんまりなんか先のことは考えたことないです。本当に毎日ハッピーです。どんな時に幸せか分かんないです。適当に言いましたね。適当に言っちゃって今。そうですね、いや幸せですかって言われたら幸せです思います。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。